はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーム、右中の人です。今回はね、頭出しの重要性についてね、こう図を使ってね、説明するっていうね、多分ね、なかなかない動画だと思うんですけど、あの、頭出しがね、なぜ重要かっていうものをですね、改めてね、あの、説明するということですね。で、ここにですね、こう図があるんですが、A とね、この B と C があって、この C が遮蔽物で、A と B がね、人だということにしてですね、で、 えー、考えるのがだるいので、単純に。あの、このね、頭のね、このてっぺんの部分から弾が出て、しかもカメラもここにあるっていう前提のもと話を進めていくと、遮蔽物がね、この2メモリ分で、あの、こっちのね、人の高さが3メモリ分だと、まあ、このお互いがね、あの、ここのね、A から C までと C から B までの距離がね、同じだと、まあ、こういうね、膝ぐらいまで打てるみたいな、そういう状況が、 お互いに発生しているということですね。で、もう A がね、この A1 みたいにね、こっち側に近づくとどうなるかっていうと、まあこの遮蔽物によってね、この C っていう遮蔽物によって、この B から打てる部分っていうのは、ここのね、遮蔽物の関係で、ここの、なんか人間で言うと水落ちら辺よりちょっと上、この胸より上ら辺にあって、だんだん頭らしに近くなるんですが、まあ、A からはね、このポイントからは、この B の前面が打てるっていう。 足元まで打てるっていうことが大きいですね。まあ本当はね、A1 の位置からだとね、ここの、本当ここら辺まで多分打てると思うんですけど、まあ一応こんな風になっているということですね。まあ、多分ね、改めてね、こんな頭出しにね、ねあの、 重要性について、ね、こ図を使って説明するってこともね、なかなかないと思うんですけどね、まあ、せっかくなのでねあの頭出せの、ね、重要性について説明したということですね、はい、というわけでね今回の動画いかがだったでしょうかこの動画に、ね、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますでは次の動画でお会いしましょう以上中野人ゲーミング中野人 A でした This video is brought to you by g a c o m